ポケモンレジェンズアルセウス、前回の続きをプレイしていきましょう。さて、迷惑なキャプテンをぶっ倒そう。臭いと言われと、言われようとも、すかすことなくやろうよ、スカタンク。あ、スカタンク使ってくんのか。お似合いだな。あー、どうしようか。どうしような。まあ、力押しでいいか。オーバーヒートでいいよね。オーバーヒート。当たんない？マジか。辻斬り。なあ。どうしよっか。誰で行こう。レベル高いので行ったら、全然行けそうなんだけどな。入れ替える。サーナイトちゃん。サーナイトちゃん、でかいね。思ったよりでかくない。命中、あ、命中が上がるみたいなになるんだ。へぇー。最高記念室。あれ？毒相手に効かないんだっけ？やべぇ。やべぇ、どんどんやべぇ。とりあえず、ギャラドスで。おっきいな。おっきいな。どうしよう。アクアテール。半分か。ギャラドス強いな。アクアテール。最初からこれでいけばよかったね。決着。まあ、でも経験値少ないからいっか。いいかい？僕も相棒のスカタンクも負けてない。だから改めて挑みますよ。だけどね、ここはスカタンクの回復のために引きます。いわば戦略的撤退。いや、転身。次は油断、召されるな。なんか、チハタン学園みたいなこと言ってんな。賑やかな方ですね。椿様、何をなさりたいのか。では、古代の石切り場へ急ぐとしましょう。回復させてほしいなぁ。誰が狙ってる？お、なんだ、お前、うわっ！殺意がガチすぎるんだよ。あ、ドーミラーがいる。古代の石切り場。神殿を作るための石を切り出していた場所ですね。人とポケモンが力を合わせたのか、それともポケモンだけで切り出したのか。残された石を壁として利用し、ポケモンから隠れると良いでしょう。のぼりさん。あ、お前、いるってことは戦うのか。あなた様は、確かウォロ様、いかがされましたか？あなたが記憶を失ったのは時空の裂け目が原因でしょうか？裂け目は関係ないと思いますが、何も覚えておりません。どこにいたのか、家族がいたのかさえも。ですので、サモ様に聞くべきでしょう。なるほど、のぼりさん。あなたの記憶は戻るといいですね。サモさん、時空の裂け目から落ちる前、何かありましたか？え？おっと。なるほど、自分としては不思議な雷、その源となる何かがあるのではと考えます。わかります。自分が調べたところでは、大昔にも時空の裂け目が生じたとか、それゆえ名前が伝わっているのですが、裂け目の向こうにはどのような世界が広がっているのか、自分の推測としては、神王様の世界。過去に閉じた時空の裂け目はなぜまた開いたのか。なぜサモさんが落ちてきたのかわからないことだらけです。ウォロ様ぜひとも謎を解き明かしてください。興味ないだろお前。そうすればアラブルキングに怯える皆様の心も安らぎます。私はここに生きる皆様のことを優先しますので。自分はただ遺跡好き。調査でしたらサモさんですよ。ではまたお会いしましょう。なんで全部こっちに回してくんだよ。行きます？ここを抜ければもうすぐです。急がず慌てず先を急ぐとしましょう。まあ、まったりまったりまったりな。急がず焦らず行こうね。とりあえず、回復したい。回復、ああ、そうだ。復活させて。復活させて。よし。
で、回復。結構あれだよね。ダメージ食らう量がえらい多いよね。効果抜群でもそこまで一撃でやられるような感じかっていうのは思うんだけどさ。響くな、ここ音。お、ノーミラー。あ、見つかった。うわ、怖え。あのデカさがパンってくんの怖いな。なんか、ウリボーを、あーって。ウリボーとさ、遊んでたらさ、親イノシシが来た時みたいな怖さあるな。経験ないけどさ。実際もう、終わりでしょ。そうなったら。え？あれなんだ？ヒメグ、あ、ヒメグマだ！ヒメグマ欲しい。完全に向こうのやつ親だけど。あ、出てった。逃げるな、おら。よし。お、すげえいっぱいいる。あ、ヒメグマ全然捕まんないな。キノコだぞ。やべ、危な。はい、生き生き稲穂。よしよしよし、逃げろ逃げろ。その前に石が、石あったな、さっき。はい。うわぁ！やばいやばい。あの大きさのやつ、走ってくんの超怖えな。ああ、ウォロがいる。なんで？さっき、向こう行ったろ、お前。あ、ウォロじゃなかったわ。同業者だった。何、どうした？銀河団の方は待っていましたよ。キャンプの設営すると聞いて、来てはいいものの、何？ドーミラが邪魔をしてキャンプを設営できないみたいなんです。ですが攻撃するわけにも、するわけでもなく何かを訴えている様子で、無限にもできず。お願いです、ドーミラの目的を調べてください。ああ、でもここいるよな、キャンプな。あ？どうした？なんかあんのか？どうした？ウェビン。ウェビン。何？なんか向こう見てんね。あちらに何かあるんだろうか。ああ、行ってくるか。普通にここで、これでいけんな。よし。ん？なんか、寝てる。寝てるけど。後ろからボールぶつけて捕まえんの、なかなかやばいな。よし。あ、いる。いるけど。はぐれたのか。そういう感じ、あ。ごめんなさい、ごめんなさい。ウェヌー。お、ウェビン。ウェヌー。どうしたん？ドミラが突然こちらに飛んでいったのですが。ああ、そこのドミラ、怪我してるじゃありませんか。大変です。すぐに治療してあげましょう。これで大丈夫。ウェヌン。ウェビン。ドミラの仲間を呼んでいたのですね。あなたが調べてくれたおかげで手遅れになる前に直せてよかった。でも自然の動物に手出すのってどうなんだろうな。いやまあ、ボコボコにしてる方がやばいんだけどさ。この地に住み着くポケモンだって怪我を負うのです。準備はいつもよりしっかりした方がいいかもしれませんよ。品物はたくさんおろしておきますから、たくさん買ってくださいね。
おや、話してるうちにベースキャンプが設営できましたね。で、私はこれで。おーい。やば。やっべ。危な。水タイプだから、レントラ。いけるか？いけるな？あー！眠気に襲われてる。よし。これでオッケーなんだからな。ぬるい戦いだよな。オレンの実あたりを。よし。ほい。あ、お前無理だ。痛い。あ、くそ。逃げろ、逃げろ。殺される。ほんとに、なんか、ポケモンがどんどんイフの対象になっていくな。あれ？で、どこに行けばいいんだ？どこに行けばいいの？どこに行けばいいの？あ、そうか、こっから戻んないといけないのか。よし。オッケー。一回回復しよう。少しだけ。よし。おお、どうみら。で、先へ進んでいくと。他にポケモン。向こうから来たんだな。で、こっちへ行く。ん？何してんだろ。何してんの？違う、これじゃない。あれ？その顔何なの？まっすぐ切り立った崖の上、人が登ることは叶わないでしょう。ですが、大ニューラの力を借りれば、たやすく登ることも可能です。まるで秘伝技、ロッククライムのように。はて、秘伝技？翡翠にそのようなものは存在しません。あ、他のとこにはあんの？もう。何か思い出すそうです。翡翠地方にやってくる前、私は何者だったのか。空から落ちてきた。つまり別の世界にいたであろう、あなた様とポケモン勝負をすれば、何か思い出せるやも。サモ様、私とお手合わせ願いますでしょうか。わかりました。では、ゴーリキー出発進行。ゴーリキーか。あ、かっこいい。投げ方ちょっとあれだけどな。メンちゃん行っといで。よし。技。雷の牙。これで行こう。力技。あー、無理か。マジか。グライオン。なんか見たことある。ポケモンの進化っぽいな。なんだっけ、なんかいたよな。やっべ。そういうことしてくる？煙幕に包まれた。当たりづらくなってんのか。あー、どうしようか。ギャラドス、なんか知らんけど強いから、ギャラドスにしよう。等倍で殴ってもなんとかなるからな。アクアテール。なあ、くそ。なあ、毒好き。水の波動2発ぶっぱしとくのもありかな。噛み砕く。なあ。毒好き。噛み砕く。当たる、当たるか？よし。ダメか。一撃は無理か。これでも急所なんだよね。あー、やばい。あ、煙幕溶けたけど、煙幕溶けたけど、そうだよな。そうだよな。そうだよな。こっちが力を出したのが悪いな。
さないと。いやー、ストライク向こう奥。タイプ相性本当に考慮してないよな、俺な。考慮してないっていうか、覚えらんないんだよな、タイプ相性全然。知らねえポケモンだしな、相手。グライムやっつけた。モンジャロ。モンジャロって虫だっけ？あー！厄介なことしてくれんな。エアスラッシュ。よし。よしよし、虫だ。で、あとゴーリ引いたっけか。あー、力技。バレットパンチ。バレットパンチ？セミタックル。ああ。反動によるダメージ。エアスラッシュ。よし。合力をやっつけた。オッケー。倒せたは倒せたけど、強いな、お前。ブラボー、スーパーブラボー。なんだ。なんだそれは。あなた様はその実力で勝利という目的地に見事到着なさいました。それではニュ、オーニューラを呼びましょう。全部それなんだもんな。その顔面白いからやめてくんないかな。え、かっこいい。え、欲しい。おじさん、おじさん、これどっかで買えない？オーニューラです。あなた様の叶いで旋律をオーニューラに聞かせてあげてください。いや、まあ、乗れるのはいいんだけどさ、いや普通に仲間として欲しいんだけど。なんか嘲笑されてるけど。旋律を心に刻み込んだ。大丈夫それ。猛毒のプレート。私の案内をここまでとなります。オーニューラと共に崖を登り、山の上にいるキングを沈めてください。はーい。私は言葉笑いに戻りますので、数々の試練をくださった椿様によろしくお伝えいただければ。では出発進行。はーい。へー。崖のそばで A を押すだけでもいいんだ。え、それ、ってことはさ、これでさ、これで、ああ、マジで？俺入ってんの？このカバンの中に。ほんと？へえ、面白。面白。山菜みたいな扱いになってんじゃん。山菜じゃん。すげえ高い。痛い。早々の高さだったら全然ダメージも受けないし、みたいな感じか。多分今まで行けなかった、こういうとこも全部行ける。全部行けるじゃん。わー、いいわね、いいわね、いいわね。で、ボール投げたりは別にできない。そりゃそうだよな。中に入ってんだもんな。はい。ということでじゃあ、ここで一旦区切って次回、山頂まで登っていってみま、山頂まで登るんじゃないのか？あっちに行くのか？まあ、いっか。行ってみよう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。